ドルーリー・シュエリにマネジメント契約の勧め、事務所に入った方が守りやすい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。陸上女子のドルーリー・シュエリー、シェリ、津山鶴山中3年が3日、代理人弁護士を通じて全国中学生クロスカントリー大会、5日、市が希望が丘文化公園を欠場すると発表。一部の過熱取材や一般人による無断撮影、SNS への投稿などに不安を抱いたことを要因に挙げた。そんな中、複数のアスリートを抱える大手マネジメント事務所関係者からは、事務所入りを進める声が上がった。同関係者は、正直なところ、事務所に入った方が守りやすくなると思う。取材は一括してまとめられるからね。アスリートの中には事務所に入ってしまうと練習の邪魔をされるというイメージを持っている方もいるかもしれないが、少なくとも僕らの事務所は違う。大手のマネジメント会社であれば、フィーバー対策のノウハウは豊富だ。さらに事務所のつてを頼れば、競技を超えた先人の経験談にも触れやすくなる。古くははや美のエースとして甲子園を沸かせた荒木大輔氏、同校のエースとして活躍した斎藤佑樹氏、14歳で1992年バルセロナ五輪競泳女子200メートル平泳ぎの金メダルに輝いた岩崎恭子氏、同じ岡山出身で2019年 AIG 全英女子オープンを制した渋野日向子ら、大フィーバー経験者からアドバイスをもらえれば心強いだろう。その一方で対策が難しいのは一般のファン、テレビや新聞の報道陣にはお願いをして取材を制限してもらうことはできるけど、今は SNS が発達しているので、一般人が好き勝手に発信できてしまう。一般人は、さすがに止めることができないと悩ましい実情を口にした。トースポウェブ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。